ポッピン級は2016年12月23日に公開された東映アニメーション制作のアニメーション、映画作品。東映アニメーション60周年記念のプロジェクトとして制作されたオリジナル劇場アニメであり、ドラゴンボール Z、デジモンアドベンチャー、プリキュアシリーズなど数多くの東映アニメの作画や CG 制作に関わってきた宮原直樹が、 初の劇場アニメの監督を務める。脚本は弁護士のクズなどドラマの脚本を多数手掛けた荒井信子が務める。アニメ作品の脚本を担当するのは本作品が初。キャラクター原案には昨日の旅やサモンナイトシリーズ等で参加した黒星紅白が担当。物語は 中学の卒業を目前に控える5人の少女たちが、織りなす青春ストーリーで、異次元世界地の谷、を、主舞台に音楽とダンスを基軸に展開する。プロジェクトは2015年4月から、ファイル、プロジェクト PQ と名打ってこうに始まっており、パイロット版も兼ねてヤフーキッズのダンス特集ページ、初めてのダンスレッスンで、ヒロインたちやポッピン族が踊る動画が配信された。 当初は2017年1月公開を予定していたが、制作人の予想を上回る大きな反響により2016年12月23日に前倒しされ、さらに配給元である東映が、正月映画第一弾、冬休みのメイン作品として、拡大工業することを決定した。また、小学館の、茶を、プッチ組にて、小森一尋の作画で、コミカライズ版が連載されちゃおコミックスから、 発売されているほか、同社よりノベライズの単行本が、東道泉の名義のものと小学館ジュニア文庫より、秋篠先水の著によるものとが出版されている。また、前述のコミカライズとは別に、角川のコミックニュータイプにて、映画本編の前述単をまとめた、ポッピンキューリバースが、山玉、ま、彩り高の作画で、ウェブ配信されている。さらに、 2017年5月5日から同年7月30日までアニメートタイムズ独占で映画本編の後の5人のヒロインが高校に入るまでの話が展開されるサイドストーリー全6話が山玉の作画で掲載されたその後続編制作に向けたクラウドファンディングプロジェクトが2019年と2020年に2回行われいずれも目標を大幅に上回る支援額が集まり 成功している。通過点でしかないと思っていた、卒業式を目前に控え、中学3年生の伊順は前に進めずにいた。そんな時、登校中に乗った電車で訪れた、星が、浜駅の近くの海の砂浜で美しく輝く、地のかけらを拾った、伊順は、学校に行く電車に乗るため慌てて駅に戻り、定期券を改札にタッチした途端、不思議な世界、地の谷へと迷い込む。 そこで、同い年の青、小夏、朝日、そして、字の谷に住み、世界の時間の運営を司るポッピン族と出会う。地の谷と、世界の時間が、今まさに崩壊の危機に瀕していた。危機を脱するには、異順たちの持つ、字の欠片を集め、審議隊を一致させた、ダンスを踊るしかないという。るか彼方にある、地の城を目指す、戦いの旅に同行することになり、迫り来る危機と、 ポッピン族の厳しいダンス指導に戸惑う一ンたち。そんな中、ダンス経験者の先が現れる。以下五人、共通で駅の改札を通った途端に、時のかけらの力で軸をスライドし、地の谷にやってくる。また、共通で円形を棒星型に合わせた形に、のような模様が入った緑色のバッジを、首元の右側に着用し時の谷では、 帽子のついた着ぐるみ風のコスチュームを着用することになるが、このコスチュームは勇気のダンスをマスターすることにより肩を露出しているワンピース風のダンスコスチュームを身にまとった姿になり、さらに戦闘も可能となる。実は人間は地の谷の世界で生身でいると徐々に力を失ってしまうことが発覚。そこで必須になるのが世界や時間のズレによるダメージから守り、 さらに着こなすことで彼女たちが秘めるパワーも引き出せるはずのこのゆるふわスーツである。宮原は縫いぐるみのようで愛らしいこのスーツについてこれで踊れたら可愛いよなと、あえてモコモコのシルエットを作ってみました。あとは進化する前のサナギの状態も表してします。スタイリッシュとは逆ベクトルで個性豊かなバイオスーツの魅力をスクリーンでお楽しみください。 と、こだわりを語った。ポッピン族とは、ヒロインたちが迷い込んでしまう、字の谷に生息するダンスを制御とする、生命体のことである。彼らはダンスをすることで発生するエネルギーで、世界の時間が正常に進むようになっている。同位体とは、各キャラクターと心で繋がっているポッピン族のことで、あり、ポッピン族は、それぞれの同位体の心がわかる。 主要ポッピン族ヒロイン5人それぞれの同位体。エンドロール後の特別映像では人間の姿となってイジュンたちと交流している様子が描かれた。その他ポッピン族着ぐるみ、地の種崩壊後に現れた謎の怪物。ポッピン族たちは彼らによる襲撃から逃れるために移動しながらの避難生活を余儀なくされた。青の能力により結び目が弱点と判明し、それを掴み取られ、 外されたことによりそれまで捕獲していたポッピン族たちの本体はすべて解放された。ラジオポッピン級ほんの少し面白くする。それだけで世界は変わるのタイトルで2016年3月27日よりおと泉にて配信開始。同年4月29日より各週金曜日更新。同年7月22日より響きラジオステーションと アニメートタイムズでも配信が開始された。同年10月28日より毎週金曜日更新。2017年4月7日より各週金曜日更新。同年6月30日にて最終回で配信終了。パーソナリティは瀬戸まさみ、小沢有、り、黒沢と代が担当。また、公式サイトにて、ラジオポ、ッピン Q、大道朝日のかわいいもの探すのタイトルで、 特別ミニ番組が配信されていた。マフィア・カジタが気になって、しょうがない、ポッピン級探検隊は、2016年7月22日より、YouTube のアニメートタイムズチャンネルにて、毎月第3金曜日にアップロードされた。出演者は、マフィア・カジタ・金丸博ルである。また、第2回には、AOP の副著ょだが、ゲスト出演した。 2016年に入り映画の PR として多数のイベント参加やダイアップを行った。サンリオピューロランドではポッピン族がハローキキと一緒にダンスを踊るスペシャルステージが複数回開催された。またポッピン Q はランド内にあるビレッジショップの2016年フレンドリーカンパニーとして協賛していた。ミキハウス主催のイベントミキハウスランドの 特設ステージでは、ポッピン族賞が行われた。公開を記念して、旧接近。もっと知りたい。映画、ポッピン級の世界が、各地で順次放送された。2018年9月15日21時と、同年12月22日21時に、キッズステーションにて、TV 放送された。2017年6月2日に、ブルーレイ、DVD が発売。 2017年2月23日から2018年2月28日、セガゲームスより、iOS および Android 用の音楽、ゲームアプリである、ポッピンキューダンスフォークインテッドが配信された。このゲームは買い切り型となっている。ヒロインたちのコスチュームは劇中にも登場している、ポッピンダンスフォームの他にゲームオリジナルのレインボークインテッドフォームがあり、ゲームプレイ時に選択が可能。 二回目の TV 放送が行われた2018年12月22日に公式ツイッターにてクラウドファンディング企画が進行中である旨が発表された。それから約8ヶ月後の2019年8月24日に都内でファンミーティングプロジェクト19が開催され企画の概要が公開された。リターン内容は 作家のサンハギ・萩千也が監督の宮原と話し合いを重ねながら執筆したヒロイン5人のその後から春休みの5人の日常と周囲で静かに進む不穏な動きを描いた短編小説が中心となっている。プロジェクトは10月28日の20時より開始され、わずか1時間足らずで目標金額である250万円を突破した。 受付は11月29日の23時59分まで継続され、終了時点での支援総額は1227万7200円となった。宮原もここまでの反響は予想しておらず、開始時には呼び水として自腹を切ろうと思っていたほどであったという。翌年の2020年2月8日に東京都内でリターンコースの一つであるお渡しイベントが行われ、 参加権を得た120名が宮原から直接、リターン品グッズを手渡され、同時にサインと握手も行われた。プロジェクトは引き続き、プロジェクト20として計画されており、その中では映像化も検討されていることが明かされた。第2回目のプロジェクトとして2020年12月8日の20時より、開始され、翌年2021年1月12日に、 目標金額の1450万円に到達した。主なリターン内容は、映画の続編本編にあたるストーリーの長編小説、さらにその一端を映像化したアニメーション PV の制作も計画されており、最大の山場と位置づけられたプロジェクトとなった。小説は一般発売もされる予定。長編小説は前回、プロジェクト19の短編小説に引き続き3。 はぎせんやが執筆し、表紙は黒星紅白描き、おろしの新イラストを予定している。プロジェクトの受付は2021年1月25日の23時59分まで継続され、終了時点での支援総額は、目標金額の177%に当たる2566万9319円となった。その後、2021年10月14日に、 小説、地守たちのラストダンス、七夕の夜にお帰りの2作が同時発売されることが発表され、同じくプロジェクトの中で制作されたアニメーション PV の90秒バージョンが合わせて公開された。ありがとうございます。